それでは早速説明させていただきます。今日実は一人しております。お手元のレジュメの方を3枚めくっていただいた4枚目から画面と同じ印刷がありますので、ご覧いただけますでしょうか。これ目次になるんですけれども、認定こども園とはどんなものか、それから制度内容、食事の提供、そこから入園の手続き、こういったことについてお話をしています。はじめに、子ども園設置に対する基本的な考え方からお話しします。本庁では、保育所では入所待ちが発生して、幼稚園では定員に満たないというアンバランスな状況が続いています。こうした課題に対して、幼稚園では学期中だけではなくて、長期休業期間中にも預かり保育を実施しておりますが、保護者の方からは、未就学児の預け入れ先をさらに増やしてほしいとの要望が上がっています。このような要望にお応えするため、認定こども園平野幼稚園に続き、川原本幼稚園も認定こども園化することといたしました。認定こども園の設置については、今ある施設を有効活用するということ、そして、幼稚園と保育所の在籍数のアンバランスを解消するということ、そして速やかに開設する、設置するということ、こういった条件を満たすために、町立幼稚園を認定こども園化することをしました。その認定こども園といいますのは、その教育と保育の両方を行うことのできる施設です。来年度開園予定の認定こども園田原本幼稚園も、認定こども園平野幼稚園と同様に、幼稚園が保育所的な機能を備えて認定こども園となるタイプで、このタイプを幼稚園型認定こども園と呼んでいます。田原本幼稚園も来年度から幼稚園型の認定こども園となりますが、法律上はこれまで同様に幼稚園、つまり学校となります。従いまして、入園できるお子さんも、もう0歳からではなく幼稚園と同様3歳からとしております。この認定こども園のメリット、3点ご紹介いたします。まず1点目に、保護者の方が働いているかいないかにかかわらず、お子さんに幼児教育を受けさせることができるということです。1号認定のお子さんと2号認定のお子さんが一緒にいる、主に午前中の時間帯は同じクラスで、共に過ごし、幼稚園教育、幼児教育を受けることができるということです。また同じ学級で過ごすことにより集団の人数も増え、子どもたちは多様な子ども同士の関わりの中で、聞く力、そして話す力といったそのコミュニケーション能力、または喧嘩しながらも折り合っていく力、またはルールを守る、そういった社会性規範意識、こういったものを養っていくことができるということが期待できます。次に2点目として、これまで保護者の方が仕事を辞めて失業したりすると、保育所も辞めざるを得ないという状況でした。しかし、こども園では1号認定も2号認定も同じ施設で過ごすことができますので、仕事に就いていたんだが失業したり、逆に、仕事についてこれまでのように家庭保育が困難となった時に、定員など一定の条件はあるんですが、園を継続して利用することができるということがこども園のメリットになります。最後に3点目として、こども園は地域の子育て支援の場とすることも条件となっています。未就園の方の子育て相談や、園庭を開放したりして、地域の子育ての拠点としての役割も果たしていくということになります。こういった3点が、このこども園にする、メリットであると考えています。
次に保護者の方の認定区分についてご説明します。どの保護者の方でも朝から夕方まで同じようにお子さんを預けられるということではなくて、保護者の認定の違いによって子ども園の利用の仕方が決まります。この認定には2種類ありまして、従来からの幼稚園での教育のみを希望される方は1号認定、教育・保育の丸1日の利用を希望される方は2号認定を受ける必要があります。で、1号認定は誰でも認定を受けることができるんですが、2号認定は働いているなど家庭での保育が困難な家庭から優先的に認定されるということになります。1号認定のお子さんはこれまでの幼稚園の教育時間で利用するということになります。2号認定のお子さんには主に保護者の方の就労の時間などによって2段階の設定があります。まず保護者の方がフルタイムなど月120時間を超えて働いておられる場合などは、お子さんの保育の必要量が保育標準時間、つまり11時間保育が必要であると認定されます。保護者の方がパートタイムなど月64時間から120時間までに当たる方のお子さんには保育短時間、つまり8時間の保育が必要であるという認定がされます。この保育標準時間の11時間、保育短時間の8時間、こういった2号認定には2つの段階がある区分があると。以上、子ども園の基本的な事柄について5つの項目から説明させていただきました。続いて制度内容面についてお話を移ります。実際の運営に関わる制度内容面について、初めに、認定子ども園、川本幼稚園の定員は、3歳児、4歳児、5歳児ともに、各年齢ごとに100名、そのうち1号認定のお子さんが各年齢ごとに90名、2号認定のお子さんが10名となり、この2号認定のお子さんだけを見ますと、10名、10名、10名の30名ということになります。続いて学級編成についてご説明します。はじめに年齢ごとの学級の定員について、3歳では1学級20人、4、5歳児で1学級30人を定員としています。今年度の園児数は、3歳が、今年度の園児数3歳が30人、4歳が42人、5歳が53人ですので、学級数としては3歳児で2学級、4歳児で2学級、5歳児で2学級の計6学級となります。この来年度からはこの学級が1号認定のお子さんと2号認定のお子さんが一緒になって編成されるということです。続いて実際の教育・保育時間について、1号認定のお子さんはこれまでの幼稚園での教育時間と同じです。3歳児は月曜日と水曜日が午前中、火木金曜日が13時45分までの教育を実施します。1号認定の3歳児はおおむね1学期の間は開始が9時頃からになるということです。4、5歳児は月曜日が午前中、それ以外の曜日は14時まで過ごすことになります。1号認定のお子さんは、何らかの理由でこの教育時間を超えて保育を希望する場合には預かり保育を実施ということです。次に2号認定のお子さんの教育保育時間について、先ほど申しました保育短時間認定のお子さんの場合、午前8時30分から16時30分までの8時間となります。
一方、保育標準時間認定のお子さんの場合は、午前7時30分から18時30分までの11時間ということになります。保育短時間認定のお子さんに限りまして、保護者の方の仕事上の都合などで8時間を超えた保育を必要とする場合、延長保育を実施しています。次に、休業日について、見ていきます。一期認定のお子さんはこれまでの幼稚園での休業日と同様です。その他教育委員会が定める日とは、土曜日または日曜日に運動会などの行事を行った時の振り替え休日だとか、警報が発令されたことによる臨時休業、またはインフルエンザ等の感染症拡大を防止するためのいわゆる学級閉鎖、園閉鎖等の臨時休業、こんなものが含まれます。二期認定のお子さんは一期認定のお子さんとは違いまして、夏休み、冬休み、春休みといった長期休業中も反映しているというところが大きな違いです。なお、そうは言いましても二期認定のお子さんにもその他教育委員会が定める日とあるように、振り替え休日、警報発令による臨時休業、それからインフルエンザ等感染症拡大防止のための臨時休業、こういった臨時休校はさせていただきたいと考えています。次に、通園訪問についてご説明します。一期認定のお子さんは、川原本園区のお子さんはこれまでと同様で、3歳児は徒歩による個人送迎、4、5歳児は個人送迎または集団登校園となります。これはこれまでと同様です。一方、この園区外から来られる一号認定のお子さん、園区外から来られる一号認定のお子さんについては安全確保のため自動車での通園を可とします。次に二号認定のお子さんは集団での通園ができないため、また保護者の出勤等の事情もありますので、自動車での登校園を可とします。しかし、開園後参観日、個人懇談、運動会、こういったもので長時間自動車を駐車するような場合は、川原本園区の二号認定の保護者の方については自動車以外の方法で来園していただきますように、なと思っております。次に一期認定のお子さんを対象とした、教育時間終了後に保育を希望する場合の預かり保育について説明します。利用時間について、平日は教育時間終了後から16時30分まで、長期休業中も実施していまして、午前午後の半日と丸一日の区分で実施しています。費用の負担につきましては、平日は利用時間にかかわらず250円、長期休業中は半日利用で350円、一日利用で700円を予定しています。次に、延長保育について説明します。この延長保育の対象は2号で、保育短時間認定を受けたお子さんで、8時間の保育時間を超えてやむを得ず保育を必要とする場合に、最大11時間までの3時間の保育を受けることができます。この3時間ですが、朝の7時30分から8時30分の1時間、夕方の16時30分から18時30分の2時間、これを合わせた3時間ということで、2つの区分で3時間というようなことになります。費用の負担は朝だけでも、朝夕2回利用しても一律日額300円を予定しています。
これは園での1日の流れの予定を図でまとめています。1号認定のお子さんが午前中で講演する月曜日を例示しています。預かり保育を受ける1号認定のお子さんは、弁当持参になります。昼の12時頃です。2号認定のお子さんは小学校の給食で昼食をとります。2号認定のお子さんは小学校給食で、昼食をとります。2号認定3歳児は1時間程度の補水を予定しています。15時頃におやつを食べて16時30分で預かり保育と2号保育短時間のお子さんの保育が終了します。16時30分以降は2号の保育標準時間認定のお子さんと保育短時間認定で延長保育を受けるお子さんが共に過ごします。なお、初めの方で説明しました学級編成ですが、青色の教育の時間の中で、1号2号のお子さんの混合クラス混合学級で、教育を受けます。青色の時間、1号認定のお子さんの講演後は1号で預かり保育を希望するお子さんと2号認定のお子さんとなります。2号認定のお子さんは最大30名です。3歳児は別室で午水を取る予定です。午水後にみんなでおやつを食べてその後はみんなで同じ部屋で過ごす。月曜日以外の火曜日から金曜日の中給食のところが全てです。次に保育料について説明します。保育料については令和元年10月から幼児教育保育の無償化に伴いまして保育料は無償となっています。続きまして食事の提供について説明します。はじめに給食について1号認定、2号認定ごとに分けて示しています。通常はどちらのお子さんも小学校の給食を利用します。1号認定のお子さんが午前中で講演する日などに預かり保育を利用するお子さんは弁当持参となります。小学校が振り替え休日などで休みの場合は1号認定のお子さんは弁当持参、それから2号認定のお子さんは給食とは別の業者から搬入された給食を食べます。長期休業中は預かり保育のお子さんは弁当持参、2号認定のお子さんは給食とは別の業者から搬入された給食を食べます。費用の負担ですが、1号認定のお子さんは主食費、つまり給食の中のご飯またはパンの費用をいただく予定としていまして、年少さんで月額670円、年中年長さんで月額900円を予定しています。2号認定のお子さんの場合も同様に主食費をいただくことになりますが、給食を食べる回数が1号認定のお子さんよりも多いということから月額1460円をいただく予定としています。なおこのおかずにあたる副食費については朝で負担します。アレルギーへの対応についてはこれまで通り除去のみを行うこととしています。続いておやつの提供につきまして、2号認定のお子さんは法的に規定されていまして、おやつは15時ごろに1回提供する予定です。1号認定で預かり保育を利用するお子さんはこれまで通り持参してもらいます。おやつ、実費をお負担していただくことになっていまして、月額980円をいただく予定です。このおやつに対するアレルギー対応については現在検討中というところです。
最後入園手続きについて説明していきます。まず入園の要件ですが、町内に住所を有する3歳、4歳、5歳です。次に申し込みの手続きについて3つのパターンに沿って説明します。1、そして現在川の子幼稚園に通われている方には、新たに入園のための手続きは必要ありません。次に、2、そして来年度から入園を希望される場合について、まず1号認定での入園を希望される場合は、広報川の子9月号に掲載されますが、9月3日、4日のいずれかに町内各幼稚園で入園願書の受付を行いますので、川の本幼稚園で願書を提出してください。一方、2号認定での入園を希望される場合は、広報の10月号で町内保育所及び認定こども園の募集案内を掲載しますので、ご確認の上、10月26日から11月6日の間に田原本町役場の子ども未来課で申し込みをしてください。次に、3の他の幼稚園保育所からの転園を希望される場合は、まず幼稚園からの転園希望の場合は9月3日4日のいずれかの日に幼稚園に願書を提出していただくことになっています。他の保育所からの転園を希望される場合は、9月から10月に利用施設変更届を現況届とともに子ども未来課に提出してください。また2号から1号へ認定を変えて入園される場合は、9月3日4日に直接幼稚園に願書を提出してください。最後に今後のスケジュールを簡単にお示しします。9月3日4日に1号認定での入園申し込みが幼稚園であります。10月26日から11月6日までの2号認定での入園申し込みが子ども未来課であります。10月26日には田原本幼稚園で入園説明会があります。この説明会は1号認定を希望する保護者の方を対象としています。令和3年2月頃に、2号認定の入園者が決定する予定です。したがって2月下旬ごろに2号認定の保護者の方を対象とした説明会を開催する予定です。そして3月全員に支給認定通知書、2号認定の保護者の方に、認定こども園利用承諾書が送付され、4月から公演になるというような感じです。以上、簡単ですが概要について説明させていただきました。ありがとうございました。